新谷瞳、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 1988年2月26日隊は、日本の女子陸上競技選手、長距離走、マラソンである。愛称は、新谷。岡山県宗社市出身、宗社市立宗社東中学校を経て、工場館高等学校へ進学。工場館高等学校では、同期に、重友理沙、天馬や、 ロンドンオリンピック女子マラソン、日本代表がおり、在学中は、重友と共に、全国高校駅伝に出場。新谷は、エース区間と言われる、第1区で3年連続して、魔賞を獲得、03から5年。3年連続区間賞という異業を成し遂げたのは、これまで6人しかいないが、その中でも、各校のエースが集まる1区を3年間走り続けて、これを成し遂げたのは、 ルーシーは5位0 0から2年、青森山田と新谷の2人だけである。特に4年はと王子史上初となる18分台をマークしての区間新を樹立。5年にはさらにその記録を上回るタイムを叩き出しての区間新達成であった。高校入学以来の目標だった地元、岡山で開催された2005年、平成17年晴れの国岡山国体では、選手先生そして、 大会最終日の3000メートルにおいて、会場総立ちの喝采を受けながらゴールし、地元に唯一の優勝をもたらした。さらに同年には、インターハイ3000メートル優勝、世界ユース女子3000メートルで、銅メダル、タイムトライアルに長崎5000メートルにおいて、当時の高校歴代2位に当たる15分28秒7を記録するなど活躍を続けた。 2005年全国都道府県対抗女子駅伝競争大会では実業団のトップ選手がひしめく一区で高校生ながら区間賞を獲得。長崎藤永吉子以来6大会ぶり。2006年平成18年には横浜国際女子駅伝の日本代表チームのアンカーに選抜されゴール手前で前方にいたエチオピアチームを抜いて チーム総合3位に貢献し、自身も区間賞を獲得した。陸上競技関係者の間では、高橋久子の再来と言われている。憧れとしている高橋久子を目指すべく、高校卒業後の2006年4月に、小出義尾率いる豊田児童食器、桜アスリートクラブ女子陸上部入部、2007年、平成19年2月、記念すべき、 第一回東京マラソンで、初マラソンに、挑戦、2時間31分01秒の記録で女子の、部において初優勝を果たしている。2008年、平成20年8月、2回目のマラソンは、真夏の北海道マラソンに挑戦したが、新谷と同じ恋で門下生の佐伯ゆかり、当時アルゼ AC、現ユニバーサルエンターテインメント AC に惜しくも負け、2時間32分19秒の、 記録で女子の部2位となった。同年12月14日に第28回全日本実業団対抗女子駅伝が岐阜県で開催され一区を任される。那須川瑞穂、アルゼ・エシーと新谷が、尾崎・よしみ、第一生命と、山下・イくよ、三井・住友会場を振り切って、スパート、先頭のクリスティーニ・ムヤンが、パナソニックを追い詰める展開。 ムヤンガと1秒差でナスカは4秒差で新谷の3位高位置でタスキをつないだ。その後、アンカーのロックで長田綾がトップに立ち、豊田自動食器が初優勝を飾る。2009年、平成21年3月、3回目のマラソンは名古屋国際女子マラソンに出場。レース序盤から先頭集団に加わる中、2 9 7地点で、 自らスパート、一時は、独走状態となった。しかし 35km あたりからペースが落ち始め、37km 手前で優勝した、藤永義子、姿勢堂に逆転されてしまう。その後も、後続の選手に次々抜かれ、2時間30分58秒の自己ベストをマークしたものの8位をあった。2011年、平成23年4月、 トヨタ自動食器女子育場部が千葉から愛知への移転を機に、同陸上部を退部したことが明らかとなった千葉陸教所属に変更。桜アスリートクラブ所属は継続。同年6月、第95回日本選手権、女子5000メートルでは、優勝した、絹川愛、水野に次いで15分20秒35の2位に入り、初の世界選手権代表に、女子長距離走、 5000メートル選出された。また、同年6月の北連ディスタンスチャレンジ、私別大会では、女子5000ミリアンペアレースで2位、日本人トップに入り自己記録をマークした。同年7月に、第19回アジア選手権が神戸で開催された。日本代表として5000メートルに出場し15分34秒19の記録で銀メダルを獲得。銅メダルには、 小林優里子、豊田自動食機、と日本勢が活躍を見せた。同年8月に出場した、第13回世界選手権、女子5000メートル予選は15分31秒09、予選一組7着、全体の7位で、決勝進出、木の川愛、杉原香代、パナソニックは、共に、予選敗退。同年9月の5000メートル決勝は、 合法直後に一人集団から積極果敢に飛び出したが2000メートル付近で集団に吸収され中間点以降は戦闘集団からも置いていかれてペースダウン結果15分に41秒67の13位に止まった優勝はビビアン・チェルイオット同年11月23日に行われた駅伝世界一を決める男女混合国際市場駅伝において アンカーのロック 7.195km を走り22分36秒の区間新記録で改装した。日本女子全員が区間賞に輝いたが、ケニアが2時間4分40秒の大会新で優勝。日本は19秒差で2位に終わった。2012年、平成24年1月15日に行われた第30回、都道府県対抗女子駅伝において 10km の アンカー区間を32分06秒の区間賞で構想した。千葉県チーム最終9区、7位で助けをもらった、新谷はスタートから必死の猛追。4人抜きを演じ西京国陸上競技場に戻って来た。スタンドの最前列で小型を振り据一杯の声援が背中を押し、もう一息のところまで2位の京都を追い詰めたものの3位に終わった。同年6月10日。 第96回日本選手権、女子5000メートルにおいて15分17秒92の記録で優勝し、ロンドンオリンピック出場が決定。同時に1万メートルの出場も果たす。同年8月5日に出場したロンドンオリンピック女子1万メートルは、序盤から福士加代子、ワコール、吉川美香、パナソニックと積極的に飛び出し、 3900メートルまでは日本人3選手が主導権を握った。中盤からエチオピア・ケニア勢が飛び出したが必死に粘り自己記録の更新につなげた。結果、新谷は渋井横、三井住友会場、福士海横に次いで日本人3人目の30分台となる30分59秒19の本女子歴代3位の高タイムをマークして9位でゴール。 日本女子でもトップだったが惜しくも8位入賞に届かなかった。2日後の8月7日、同一話女子5000メートルでは予選2組に出場2000メートルまでトップを走り4000メートルでも3位につけた。しかし残り800メートルで遅れ始め10着でゴール。全体18位で決勝進出には及ばなかったが日本女子歴代7位となる15分10秒20の 自己記録を屈した。同年10月5日は、第67回国民体育大会、岐阜西流国体陸上競技青年女子5000メートルに出場。レース中盤あたりから独走となり、2位以下に16秒差を、スキル圧勝でタイムは15分17秒79、福士加代子が持つ国体大会記録も更新した。同年11月3日に行われた、 東日本実業団対抗駅伝において3区、12. 1 2 1トルの区間を38分21秒の区間新記録で改装。2位で助けを受けるも1キロ足らずで10秒差を覆すとさらに加速。2位に2分以上も水をあけ独走体制を築いて逃げ切った。ユニバーサルエンターテインメント総部9年目悲願の初優勝に貢献した。また、 同年12月16日の全日本実業団、対抗女子駅伝では1区の青山、2区の中村が連続で区間新と抗争。11秒の直近を得た新田には駅伝は一人ではできない。みんなが支えてくれて心強かったと2位との差を35秒に広げ、初優勝への扉を大きく開いた。後続も一度も首位を譲らず。 東日本大会の勢いのまま全日本も制した。2013年、平成25年6月7日、第97回日本選手権、女子1万メートルにおいて2位の選手に一周差をつける31分06秒67の大会新記録で優勝し、第14回世界選手権、8月、モスクワの代表内定を決めた。同年8月11日、 世界陸上モスクワ大会女子一万メートルに日本女子代表としてただ一人出場三千五百メートル付近より自ら積極的に先頭に立ちその後残り一周手前までエチオピア・ケニア勢の選手を引き張り方となったしかし優勝したティルネシュディババラのラストスパートに九千五百メートル付近でついて行けなくなったが30分56秒70と 自己記録を更新し5位入賞と検討。世界陸上、女子長巨走種目の日本代表入賞者は、2009年、第12回世界選手権の中村ゆりが、天満屋の7位入賞以来に大会ぶり。それでも、目標のメダル獲得を果たせなかったことから、レース後のテレビ向けのインタビューでは、悔し涙を流しながら、やっぱりメダル取らなければ、この世界にいる必要ない気がするので、と語った。 なお、世界陸上モスクワ大会以降は、右足裏の故障悪化などで公式レースから遠ざかっていた。翌2014年、平成26年1月25日には、突如現役からの引退を決断したことが報じられ、同月31日に、東京都内で記者会見を開き、陸上競技選手としての引退を表明した。双方は上下動がほとんどなく、 足がリズミカルに前に出ていく。ピ、思想法は長距離ランナーとして理想的。さらに苦しくなってから大きなストライドに切り替えてスパートする二枚腰も持っている。また他のランナーのことを考えずハイペースで突っ走る。攻めの姿勢も頼もしい。強さの秘密は、よく食べ、よく寝る。怪我もなく、病気してもすぐ治る。健康体。また、 人の走りをよく見て研究しよいところは取り入れている。体が重くなるので嫌だというのが理由で、腕時計もファイテンのネックレスも練習時のみ着用し、レースでは絶対に着用しない。腕時計をしなくてもペース配分がきちんとできており、高校時代の森生監督曰く体内時計がきっちりしているんだろうとのこと。ちなみにマニキュアをつけただけでも体が重く感じるという。 スポーツ万能で小学校時代はバスケットボールやサッカーを楽しみ中学では陸上に加えバトントワリングにも取り組んだその経験がどのスポーツをやっても全国レベルになったはず森監督という運動能力をより大きく伸ばした高校でも一年の夏までは競歩のレースに出て走りの基本を身につけたトラッククロスカントリー駅伝夏の暑さべてにおいて 強いことから、歴代高校生ランナーの中でも、最強の呼び声が高い。クロスカントリーにおいては、世界クロスカントリー選手権大会に、工場間工時代、ジュニア代表として3年連続出場している。また2011年には、千葉国際クロスカントリー8000メートル、福岡国際クロスカントリー6000メートルのダブル、優勝、2012年度、2013年度にも、 福岡国際クロスカントリー6000メートルで優勝3連覇を飾っている。ロンドン五輪出場後の2012年9月29日 TBSK2012 年秋オールスター感謝祭赤坂五丁目ミニマラソンに初出場。優勝したエリックはいないなと終盤まで競り合ったが惜しくも2位だった。 テレビやメディアに露出する際はとてもテンションが高く、ジョブチューンに出演した時は、世界陸上は、婚活が理由で出ました。テレビに顔が映るように、2位で走っていた時は1位の、選手の横に少しずれて走っていました。金メダルより、彼氏が欲しいなどと発言し、芸人よりもリアクションがすごいと言われた。注釈。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。